エリカワユーは,優は日本のプロレスラー。1九9九年、東流門の六期生として入門。しかし、メキシコへ渡り、デビュー予定も練習中に足を怪我し断念。歩行することもままならず、結果この怪我はリハビリを含め十年付き合うことになる。治中5動機であるミラノコレクション AT の勧めで DDT のテストを受けるが、年齢制限に引っかかり再び挫折。 その後、WNC に入門するが練習中にラボ骨を骨折。WNC 自体も消滅する。2014年2月にシアタープロレス課長風月に入門。練習生としてエキシビションマッチに出場し、エキシビション無敗のまま11月16日、東京課長風月、新宿フェイス大会の査定試合で、高岩隆一、リッキー・フジラの査定とファンの指示を経て、 プロデビューが決定。同大会に参戦していた、東流門時代のコーチである、荒井健一郎を、デビュー戦の相手として、逆指名した。12月13日、シアタープロレス、東京課長風月、王子ベースメントモンスター大会における、荒井健一郎戦で、練習生としての入門から、足掛け15年目のプロデビュー。なお、この試合は、エナジードリンクのマットクロックが、 カンムリ協賛スポンサーにつくという破格のデビュー戦となった。2015年4月18日、シアタープロレス課長風月、シアターバビロンの流れのほとりにて、大会におけるマッチョマイケルズ戦でプロ初勝利。6月19日、三本自主工業、新木場大会において、河原久しなり、ウルフスターと三部戦で激突。八月七日、松山座では神社、ジンジャー、 広瀬と組んで匠、ザ、グレート、音量組と対戦。10月29日、ファイヤープロレス青森火星体育センター大会では、マヨ軍6号と対戦。30日、ファイヤープロレス青森、浜那須海館大会では、マヨ軍4号と対戦。それぞれ土をつけられマヨ軍との異根が発生した。2017年5月29日、新たな可能性を広げるため、 課長風月対談が発表される。ありがとうございます。